米少将、中国政府のハッカーを起訴、日本も被害に。本日、アメリカの少将が、中国政府のハッカーが、日本やアメリカ、イギリスなどの機密情報を盗んだとして起訴したと発表しました。この中国人ハッカー二人は、10年以上前から、ハッキングを繰り返しており、 これまでに医薬品や医療機器、がんやハイテク製品、土木、建築、造船、人工知能などに関する先端情報を盗んだとされております。こちら、中国の国家安全部と契約を結んでいるため、中国政府のハッカーとされておりますが、このハッカーの被害に遭った国は、 日本やアメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、ベルギー、リトアニア、オランダ、スペイン、スウェーデン、韓国の11カ国であり、また、香港の民主活動家や、ダライ・ナマ14世の事務所も被害を受けた模様です。さらに、日本においては、高性能ガスタービンエンジンの図面や、 ゲームソフトのソースコード、医療機器の設計データなどが盗まれたとされておりますが、こういったガスタービンエイジンは、戦車や軍艦の動力として使用できますので、軍事転用も可能でございます。日本政府には、こういった日本に対しても、中国政府によるハッキング、サイバー攻撃が 繰り返されていることが確認されましたのでぜひとも民間企業が使用しているネットワークも含め徹底的な防衛を行っていただきこのような中国政府によるサイバー攻撃が続き日本の機密情報が中国に渡ることがないように 対策を講じ続けていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました